はい、火事でお世話になったですね、はい、先生と南明光さんの、はいはい、なんか水素を逃がすうまいアイデアがないかって今教えを請うことにして電話かけました、ただ両名ともですね、はい、喜んで引き受けていただきまして、で、一つには火災屋さんはですね、一般的に窒素をいっぱい行って押し込むことをやるらしいんですよね。そんなようなアイデアもあるようなので、まずお急ぎで聞いてみます。で、はい、また改めて連絡します。